デーブシーは C、C プログラミングのためのフリーな統合開発環境であり GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。この IDE はデルファイ言語で書かれている。プロジェクトはソースフォージでホスティングされている。オリジナルの開発者はコリンラプラス。マイクロソフトウィンドウズでのみ動作する。ブラッドシェッドデーブシーは C、C 言語のための完全な 統合開発環境である。コンパイラーとしては、民話の GCC を使用するが、実際には GCC を使っているなら、シグウィンなど、他のものと組み合わせて使うこともできる。ルックフィールは広く普及しているマイクロソフト、ビジュアル、スタジオと似ている。特筆すべき観点として、ディボーパックスの存在がある。ディボーパックスは、デブーブ C プログラミング環境に、 ライブラリーやテンプレートやユーティリティを追加するパッケージ化された拡張群である。ディボーパックスには GTK、ホクソウィジェッツ、FLTK といった GUI 用ツールキットがあるが、それだけにとどまらず各種先進機能用ライブラリーが存在する。一般に Windows 専用プログラムとされているが、Linux 版も存在する。 ただし、アルファ版までしかリリースされておらず、2002年7月以降更新されていない。devpaks.org というサイトは、デイブ C ユーザーに追加ライブラリー群やパッケージを提供しており、グラフィックス、圧縮、アニメーション、サウンドサポートなどといった機能をデイブ C に追加できる。このサイトによれば、ライブラリーはソース形式で配布される。 これは便利だが、そのようなライブラリーをコンパイルするのは、時間がかかったり、不可能だったりする。そこで、デーブ c ー、開発者らはディボーポックすなわちデベロップメントパッケージを導入した。これは、コンパイル済みのライブラリーを含むパッケージであり、初心者でもそれを使うことができる。デーブ c ーにはパッケージをダウンロードし、インストールし、作成する機能が含まれているとしている。 ユーザーは、ディボーパックスを作成し、そのサイトにホスティングして、無料配布できる。また、これらパッケージは、デブシーブ C 以外でも、利用可能である。サイトによれば、通常のディボーポックは、任意の民はディストリビューション上で動作する。単に、サムシング、ディボーポックというファイル名を、サムシング、タール、ビジーニに変更し、セブンジップなどのアーカイバで展開すればよい。 展開すると、メタ情報ファイルと、ディレクトリがある。さらにそのディレクトリの中身を見まの、ディレクトリツリー内に展開すればよい。コード、ブロックス IDE には、リボーパックスをインストールし操作する、プラグインがある。プロジェクトは、活発とは言えない状況になっており、2005年2月22日を、最後にリリースが途絶えている。 しかし、sourceforge.net には、デーブ C への拡張を行っているプロジェクトが、いくつか存在し、複数コンパイラサポート、ホクソウィジェッツアプリケーション用ラジアンデザイナーなどの、新機能が追加されている。ありがとうございます。